はい、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい。えー、まあ、今日の朝もね、遠くの方から、ああ、ピーポーパーポーが相変わらず聞こえてきてます。はい、まあね、今日のいろんな、まあ、ニュース、はい、見ていて思ったこと、まあ、昨日のニュースもこれね、夜のニュースも含まれるんですけど、えー、ちょっと皆さんとね、えー、これ、お分かちしたいと思います。はい、えー、まあね、 え本当に、えー、事故には気をつけましょう。はい。え特に工事現場。はい。えー、工事現場ですね。まあいろんなところで工事してると思うんですけど、この工事現場は本当に皆さん注意してください。えー、昨日クレーン車ですね。クレーン車が点灯して、えー、まあ,あ車あったあ、近くにあった車をね、えー、潰してしまいました。で、お一人様、あ 4してしまって、えー、本当にお気の毒だと思います。はい、こういった事故。でもね、私思うんですけど、今までこういう事故って起きるの稀でしたよね。はい。バランスを失って、えー、転倒したっていうことなんですけど、このクレーン車。まあ、そんなに、えー、見るとね、えー、大きなクレーン車じゃないんですよね。はい、えー、まあ、とんでもなく大きなね、構想、 ビルなんかを建てるようなクレーン車ではありません。えー、なのに、まあ、なんでって感じですよね。まあ、お察しだと思います。まあ、脳がね、今、あの、いろんな人々が、こう、脳がね、えー、もう、あの、ブレインファグが起きてますから、はい。え、霧がかかっちゃってる人多いんで、えー、まあ、運転中にもそう霧がかかることあるんでしょうね。 はい。もう、異様です。はい。異様だと思っております。で、まあ、ね、今朝のニュースでも、なんか信号無視の車がね、えー、出てきて、えー、正面衝突して、えー、で、えー、まあ、歩道で、えー、信号待ちしていたね、えー、おばあちゃんが、あね、 あの、飛ばされちゃって、四しちゃったっていうお話もね、あります。本当ね、頻繁です。はい。えー、切りかかっちゃってますからね、皆さん。はい。えー、切りです。切りがかかってます。はい。脳にね。はい。なので、えー、まあ、ほに気をつけてください。もう、それしか自分で気をつける以外ありませんね。はい。まあ、そういうことなんでね。えー、皆さん、ぜひぜひ、あのー、 工事現場なんか、ね、あの、近くを通るときは本当に気をつけないといけないと思います。いつ何時ね、何が起こるかわかんないですよ。はい、今。はい。まあそういうことです。で、えー、もう一つはね、いやー、うっしょっちゅきですね。ごめんなさいね、こういう言い方しかできなくて。はい。うっしょっちゅきなね、N のね、H のね、えー、あれですね。はい。えー、まあ、 嘘をついていたと、嘘の方の動をしていたと。はい。謝りましたね。はい。何がかというとね、あれですね。あれ。あれで4んしてしまった人を、コロアンティーナの大冒険で読んしたように、えー、見せかけた方の動をしていたということです。はい。わかりますよね。これね。 まあ、ねそういうことなんですよ。あの、メディアはね、はい、N の H のなんちゃらもね、嘘つきますから、はい。えー、でね、後から、その、遺族のね方々のね、会があるんですけど、そっからね、抗議があったんですよ、これ。なんていうことだって。全く違うだろう。って訂正しろよ。 っていうことで、講義があったんですよ。そりゃ講義あるでしょうね。はい、えー。そういうわけで、バレてしまったということです。で、とりあえず謝ったんですけど、まあ、きちんとね、あの、なんて言うのかな。ああ、法の道の中で謝ってないんできち、もうちょっときちんとやってくれっていうふうな要望は出ているみたいです。はいあ。まあ、信用できないのはこれでわかりますよね。 n の h のなんちゃらも大嘘をつきましたということです。はい。えー、まあね、そういうことですよ。はい。えー、どこから言われてやっているんだかっていうことです。はい。まあ、あの、ニュースキャスターの方はね、原稿を読むだけなんで、 この原稿を作る人が問題だということなんですよね。で、その原稿にね、訂正したり、えー、許可を下ろしたりする人も、まあ問題だわね、ということですね。はい。まあ、そんなこんなでございます。まあ、6月からね、えー、あと電気代もね、上がりますから、あ皆さん頑張りましょう。まあ、うちはね、 えそもそも電気自体あんまり使ってないんで、はい、えー、あれなんですけど。まあ、夏はね、多少使うでしょうけどね。えー、それでもね、えー、通年ね、1万5千円ぐらいです。二部屋、あ、冷房つけっぱなし、1年、1日中つけっぱなしにしてね、26度設定でだいたい1万6千円ぐらいなんですけど、多分これ2万ぐらいになる。 まあ、つ、つけっぱなしだとね。でもね、えー、今年はなんか涼しそうな感じですね。はい。涼しそうな感じです。えー、不思議なことが今起こっています。はい。不思議なことが。ああ、最後に長くなってすいませんけど、えー、実は沖縄昨日もね、えー、まあ、暑かったとはいえ28度なんですよ。はい。えー、最高気温28度です。でも、今、 本土の方がね、いわゆる内地の方が、やばいことになってますよね。なんか30度超えですって、東京で。あーびっくりです、本当に。沖縄夏涼しくて、えーということはですよ、沖縄夏涼しくて、冬は暖かい、えーまあ最高の場所だということになりますね。えー、電気はさほど食わないよと。はい。 まあそういうことになりそうです。はい。えー、まあ今日もね、27度ぐらいまで上がる予定なんですよ。でもなんか軒並みね、えー、あの、内地の方は30度超えのところが多いみたいなんで、えー、皆さん、ね、熱中症にも気をつけてくださいね。はい。えー、まあ沖縄移住もいいですよ。本当におすすめします。えー、あの、なんて言うのかな。まあ仕事探すのは大変だとは思うんですけど、 まあ、給料安いんでね、沖縄は。はい。え、でもまあ、切り詰めてやればなんとかなりますからね。はい。まあ、そんなこんなでございますね。はい。えー、ちなみに今月っていうかね、来た電気料金の請求も1400円以下でした。1380円かな。あほぼほぼ、おまあ、先月と同じですね。はい。えー、でも、あの、冷房2回つけてるんですよ、それでも。はい。 冷房2回つけてます。はい。ああまりにもムシムシしてね。それでそのぐらいの値段で済んでおります。はい。えー、まあ本当あの、今日も27度ぐらいまでなんで、まあ冷房のお世話になることはないとは思います。はい。えー、皆さんもね、ごめんなさいね。皆さんもね、あのー、まあ考えてる方がいらっしゃったら、えー、沖縄移住はいいと思いますよ。はい。 え、少なくともね、冬の暖房代はかかりません。えー、夏ね、えー、まあ冷房代が結構かかるんですけど、まあそれでもね、多分、内地よりはだいぶ過ごしやすいと思います。いや、あの、今まで見てて、最高気温ね、だいたい去年も一昨年もそうなんですけど、33度行けばすごい暑いっていう感じなんで、多分内地のね、まあ40度超えとかそういうのはありませんのでね、 はい。ただあ、暑いんですよ。期間が長いんですよね。暑い期間が。まあ、そういう感じです。まあご、ご、ご、あの、ご、考慮するのもいいかと思います。はい。えー、まあ、そういうことですね。えー、まあ、皆さんね、えー、頑張って過ごしましょう。はい。えー、で、えー、まあ、無理をせずね、冷房を入れてくださいね。はい。えー、よろしくお願いいたします。 それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでした。かわいいですね。はい。ええ、かわいいね。